そう、い案く外らいかけもたわかんと思ないうでんすですね。けど。はい。今回見せていただいてますのが、河合の CA の 60A というね、私も大好きなピアノですね。はい。ちょっとね、アクションの方出させていただきましたら、ハンマーの方は、ちょっとね、弦溝ついてますけども、これはね、ファイリングって言って、こう、成形をすればね、綺麗に、いい音出るんじゃないかなと思いますね。今でもかなりね、ボリュームも出てていいんですけども、まあ、この潜在能力をね、引き出していけるんじゃないかなと思いますね。はい。あと、このローラーの部分も、交換するまでもないかなと思いますので、ちょっと裏技的にね、この、真ん中の白い部分ですね。このクッションの厚みをちょっと増すというふうな作業で、いけるんじゃないかなと思っております。あと、まあ、今回ピアノを動かす機械ですのでね、この鍵盤の横揺れの部分ですね。これ、この鍵盤の下にもこういう赤いフェルトが入ってるんですけども、この部分がだいぶへたってきてますので、この部分はちょっと交換が必要かなと思っておりますね。はい。アクションの関係はそんな感じになっておりますね。では、外装の方もちょっと映してみたいと思います。はい、外装の方ですけども、やっぱりパッと目が行くのはね、この譜面を置くとこの、このフェルトがちょっとね、モケモケとなってますので、この部分を交換するかどうかというところですね。あと、まあ、ピアノの方も、やっぱり30年ぐらいですかね、経ってますので、30年弱ですかね。まあ、それなりに曇りというかね、汚れもありますし、この辺はバフという機械で磨き上げると綺麗にできるかなと思いますね。はい。あと、この、鍵盤の蓋がゆっくり閉まる機能ですけども、ここのね、油圧の部分がちょっとダメになってるような感じなので、その辺もちょっとね、修理が可能かどうか調べてみたいと思います。こういう鍵のとことかね、かわいいのマーク、ペダルの方もね、きれいにして仕上げていきたいなと思います。この辺も見積もりの方でちょっとご検討いただければと思っております。あと、チューニングピンの方もね、もっとピカーッと光らせたらね、新しいお家で気持ちよく使えるんじゃないかなと思いますので、いろいろご提案させていただこうと思います。